ケニウィックは、アメリカ合衆国ワシントン州ベントン郡の都市である。コロンビア側南西に位置し、その対岸にはパスコがある。また、コロンビア側とヤキマ川の南の合流点である。鳥式図と呼ばれるハンフォードサイト近郊の中規模な都市圏のうち最も人口の多い都市である。トライシティ図には、ケニウィックの他にパスコとリッチランドが属している。 ワシントン州財務管理局による2011年4月1日の統計によると人口は推定76,224人である。北緯46度12分13秒、西形119度9分33秒に位置している。アメリカが州国統計局によると総面積63平方キロメートルである。このうち59.4平方キロメートルが陸地であり。 3.6平方キロメートルが水地である。ケニウィックはステップ気候にあり、過労うじて砂漠気候から脱している。冬は肌寒いが、軽い降雨を伴う程度である。夏は暑く、非常に乾燥している。カスケード山脈の雨陰にあるため、降雪は珍しく軽微であり、降水量はスポケーンの半分以下、アストリアの8分の1以下である。 2010年の国勢調査推計による人口統計データ戦士時代、個人類の一つであるケネビィック人が生活していた。遺骨が1996年にコロンビアのほとりから発掘され、先住民族であるにもかかわらず、高カソイドの特徴を持っているため、年代の特定が注目されている。ケネビィックという名前はネイティブ言語の草原に由来すると考えられている。 冬の気候が穏やかであることから冬の楽園とも呼ばれている。ネイティブの少女の笑い声テフェが由来とも言われている。1880年代、蒸気船や鉄道がコロンビア川沿いに接続され、開拓民たちからケニウィックの名が知られるようになった。1887年、ノーザンパシフィック鉄道により、ケニウィックとパスコをつなぐ一時的な鉄道橋が建造された。 しかしその冬、コロンビア川の氷に耐えきれず陥落した。翌年、頑丈な鉄道橋が作られた。1894年から1931年まで、コロンビア川にケーブルフェリーが運行されており、ミネアポリスからタコマへの貨物輸送に利用されていた。1890年代、ノーザンパシフィック管外会社が、ケニウィック高地での農業のために水路とポンプを導入し、 地域に考えをもたらした。信頼性の高い水源を得たことにより、果樹園や武道園が成長し、イチゴがこの地の特産物となった。1904年2月5日、ケニウィックが正式に設立された。1912年、産業の成長を見込んでいる2番目の都市として、ホーブス市に紹介された。記事によると、パシフィックノースウェスト国立研究所や、 地域の農地による採用者の増加を見込んでいるというパスコにトリシティズ空港があるパスコからテニウィックにかかるケーブルブリッジによりコロンビア川を横断できるありがとうございます